ジョジュ奏。ジョジュソは、新末民発の軍人、政治家。北京政府、安ン派の有力軍人。断気髄配下の、四大混合の一人。他は、雲鳳、五光神、風良佐と目され、参謀として活動した。字はまたそう。1892年、高所18年、秀才となる。1901年、高所27年冬。 三等準部の任にあった遠征外に書面を送って任用されようとしたが、成功しなかった。しかし、その過程で、縁の部下の断基髄から評価され、その初期官として登用された。1905年、高所31年、日本へ留学し、陸軍士官学校不評科、第7期を卒業した。帰国後は、第6鎮軍事参議、第1軍総参謀を歴任した。 1912年、民国元年3月に、段気髄が陸軍部総長に任命されると、女授総は陸軍部軍学書所長に任命された。同年9月、群馬市市長兼幹総務長ごとに移動する。11月、雑誌、平法を創刊し、段や陸軍の思想を宣伝した。1914年、民国3年、陸軍部次長に昇進した。この年に、 北京で、正さ中学を創設し、自ら校長となっている。1915年、民国4年、遠征外が、皇帝即位の動きを見せると、女はダンに、これをボイコットするよう勧めた。6月に、女の進言に従って、ダンは、病気を口実に辞職し、女もやはり辞職した。1916年、民国5年6月6日、遠征外が死去すると、霊源広氏が、 相当、団気ズイが国務総理にそれぞれ就任する。ジョジュ僧は国務委員秘書長となった。府院の争いでは、ジョは団の後ろ盾を得てはじむと構想した。国務会議では、ジョは越権の言動を浪し、はじむの指示を受ける内務総長孫広しいと激しい争いになっている。結局、女性省の調停により、11月にジョジュ僧と孫は同時に罷免された。 1917年、民国6年5月、霊元博氏が、断気随を国務総理から罷免する。助助総は長君を先導し、副壁を行わせて7月に、はじむを失脚させた。助はその後直ちに、内逆軍総部三々として、断による長君討伐に追随した。その後、直令派の評国将が相当となると、断気随は国務総理に復帰し、 ジョジュソウも陸軍部次長に任命された。孫文欄が率いる南方政府、五方軍政府への対処では、ジョは武力統一による強行手段を唱え、湖南省に軍を派遣した。しかし、ヒョウは和平統一を主張して恩恵な解決を唱え、これに反対した。結局、ダンとジョは同年11月に辞職に追い込まれている。ジョジュソウは1918年、 民国7年に法典派、笹具軍の張作林を説得して暗記派を支持させた。また、女自身も笹具軍副司令として笹具軍を入席させた。この圧力に、兵は南方政府との対決を迫られ、同年3月には、団を国務総理に復帰させられた。さらに女は、大友党らと安福ク,クラブという政治集団を結成し、 国会において暗記派を支持する勢力とさせた。また、直霊派で和平統一を格索していた陸憲章を暗殺し、直霊派の総根を牢落して南方へ侵攻させている。同年9月、女樹僧は軍資金を流用していたために、調作人により副司令職を罷免された。断機髄は上参戦所参謀長兼、西北国防、ヒカルソ内所所長に任命した。 ジョは、日本と交渉して、その資金、物資、技術援助を獲得し、参戦軍を編成して、団の子外の舞台とした。11月、ジョは、陸軍上昇位を授けられ、また、日本を訪れて、団基づへの指示を取り付けている。1919年、民国8年5月、54運動が発生すると、ジョは、学生運動鎮圧とベルサイユ条約調印を、主張した。 しかし、これらの行為は、ジョエの国内世論の反発を招くことになる。6月、参戦軍は、変貌軍と解消され、西北光変氏県西北変貌軍総司令に任命された。さらにジョは、外蒙前後、ただし弁も兼任し、1920年、民国9年元旦に、ウランバートル、空論で、外蒙古の活物を作法し、典礼を取り行った。 同年夏、直令派の総根、後輩フラが国内での繁盛世論に乗じ、その悲鳴を相当女性賞に求めた。結局7月、女性賞は女女層を悲鳴し、これをきっかけに安直戦争が勃発した。しかし、段随ら暗記派は敗北して、女壮層は日本大使館に逃げ込み、安福クラブも解散された。1921年、 民国10年1月、ジョジュソーは、ダンキズイの代表として、厚生省で、孫文と会談する。さらに、張作林とも連絡を取り合い、孫、ダン、バリによる、反直令派同盟を結成した。その後、福建省や石膏省などで、安ン派の地盤、軍隊の要請を図ったが、こちらは、はかばかしい成果は残せなかった。1924年、 民国13年9月の第二次、笹口火戦争後に、ダンキズ髄は、張作林と、協玉将により、臨時失政として擁立された。ジョは1925年、民国14年1月から12月まで、世界各国を外遊して回っている。12月11日、帰国すると、関東の中国国民党に対抗しようと、アンティ派、直霊派、法天派による、 連合の結成を目論んだ。しかし、氷は、この時すでに国民党への傾斜を強めており、さらに、氷の親族にあたる陸立省を暗殺した女への、恨みを募らせていた。12月30日、氷局う玉の部下は、上海にいた女女僧を襲撃し、これを銃殺した。去年46、万45歳。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。